どうもおはようございます2月8日6時13分の相場解説になります、えー、ご覧いただいているのが冷やしなんですけども私これからね上昇に転じていくと思ってるんですよでそのことは後で1時間軸でお話し,しますねで全体的な流れなんですけども右肩下がりではあるんですねここまででここの方で横ばいになってきました横ばいになるってことはその後 トレンドの方向を維持するのかそれともトレンド転換をしていくのかってところが争点になるんですけども私はどうもねこっちの方じゃないかなと思ってるんですよでそれを後でお話しますってことだったんですけどもちょっと待ってくださいねでえっ、ー、と一回陽線がコマを出した状態でここにありますその次に陰線なんですけどもこの陰線ってのがね隣の陽線と同じぐらいちょっと長くって、えー、下ヒゲを出してるんですよね 陰線って下に向かうはずじゃないですか。でも陽線、あ、下髭ってことは上に向かってるわけなんですよ。少なくとも下に行く動きを否定してるわけなんですよ。そうなるともしかしたら、すでにこういったチャンネルラインの動きっていうのが始まってるなというふうに感じることができるんですよね。うん。これ、こっからの動きを見てみないとわからないところはありますけども、これはもしかしたら、トレンドが変わったんじゃないかなと思いますね。で、 再びこの3本の赤いプライスに何らかの関わりを持っていくというふうに考えております。じゃあ4時間の方を見ていきますね。で、4時間はどのように見ていけばいいんでしょうか。はい。月曜日に窓を開けて窓埋めをしないまんま上の方に行って振りをつけるように陰線の束を作りました。そして結局窓を埋めたわけなんですよね。で、この流れだけ確認していただければここは結構だと思います。 まあもう一つ強いて言えば、ここと符号してるよねってことですよね。だから大体同じ力点に戻ってくるでしょ、いつも。<ー>はい、じゃあ次行きましょう。1時間です。じゃあ1時間でどのようにトレンドが展開していくのかってことなんですけども、特徴はここなんですよね。陰線と陽線。ほら、横並びで似たやつがあるでしょ。長いやつ。2本。これが出るときって、入ってきた方向に戻っていくことが多いんですよ。 もちろんこれだけで判断ででできないんですよ。でもこれは結構大きなあ引き金になります。というのが材料で、えー、米国雇用統計でぐっと上に上がっていったわけですよね。でその後窓を開けて月曜日すぐに下がるわけではなくて一旦上の方に上がってきました、まあ、でもいろいろあったんでしょうここではもうちょっと割愛しますけどもあの3本の線を引きましたよね。 3本の線をこう引いて結局ブレイクしたわけですよこの下ひげを通過してズバーンとその後完全に窓を埋めてもうやることはやったって感じであらゆるポジションが決済されて新規の、えー、玉でこの反転が起きたっていうふうにね考えればちょっと根拠は薄いんですけどもでも事実としてテクニカルの理論に従ったこのロウソク足が2本並んでるってところ 見るとこっから入ってきた方向に戻るんではないかなっていうふうに考えるのが最も有力だっていうふうにたどり着くわけなんですよね。で、窓も一旦埋めましたし。で、これは経験則なんですけども、窓を埋めたら、あの、まあ、トレンドの方向に向かっていく。で、今回のトレンドの方向ってのは、長期の時間軸ってのは右肩下がりなんですよ、まだ。でも1時間に関しましては、もう右肩、 上がりがり始ままってますんで1時間が右肩上がりを続けるとそれがやがて4時間の右肩上がりを作っていってそして4時間の右肩上がりがり重なってていいくくとしにも影響していくんですよ通常は大きな時間軸に沿って下位の時間軸っていうのは修正されていくんですけどもトレンド転換を起こす時っていうのは小さな時間軸が大きな時間軸に逆らい続けていくことによって起きるんですよね。 今回はそれが起きるんではないかなというふうに考えております。まあですんで、しっかりと観察もしないといけないと思いますけども、迷った時は倍の方で考えていこうかなと思います。それが今日の相場解説の、まあ、一つの結論になります。じゃあね、えー、ここからまた午前中の様子を見ながら、本当にチャートの向かう方向が右肩上がりの方向になるのか、1時間を注視,し注視していきたいと思います。以上でございます。お疲れ様でした。